今日初回のタイムリーでさらにチームに弾みをつけました坂口智貴選手です。勝利おめでとうございます。初回のタイムリーから、はい、あの後の回も、もう打線がつながってもうまさに今年のシンボルの進撃そのものでしたね。そうですね、みんなが必死につないでくれたんで、返せてよかったですね。はい、さあそして、本日5打点、はい、ともに活躍されました。よかったです。ハッピーですチームは球団史上初めて、首位でこの交流戦を迎えました、はい、あの首位の期待も大きかったと思うのでその分プレッシャーも大きかったんでしょうか。いやプレッシャーというか今は非常に、みんな一つにまとまってね、ピッチャーは一人一人を必死に抑えに行ってくれてますし、野手は1点をね全員でもぎ取ろうとしてるので、それがいい結果になってるだけだと思います。そして、坂口選手といえばキャプテン、はい、キャプテンとして普段こうチームで苦労されてることとかってありますか。いや苦労はないです。チームをまとめるのにすごい大変だったりとかしないんですかね。どうですかね、まあ、ベテランの、ね、方たちが、ね、いますんで、そういう選手たちに、ね、すごく助けられてますし、僕は僕で何ができるというわけでもないので、必死にやってればね、それがキャプテンの姿になればいいなと思って、ね、心がけてますけど。その坂口選手は学生時代の時からやっぱりそういうキャプテンのようなポジションを任されるタイプだったんですか。いやキャプテンは僕やったことないので。あじゃあすごいちょっと戸惑いとかなかったですか。やりたいっていうのはあったんでね、思いのほかないです。ああそうなんですね。さあそして明日も、関西対決は続きます。はい、今 Biz TV ご覧のファンの皆さんに、はい、意気込みとメッセージお願いします。はい、いつも熱い応援ありがとうございます。これからも、一つの勝ちを必死に全員で取りに行くので、ぜひ球場に来て熱い応援またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ちょっと今日は初対面ですごいちょっと怖そうなイメージがあったんであんまり何なんかいらんこと聞けたらあかんのかなと思ってちょっと抑えてたんですけど、次回はもうちょっとあの、はいはい、踏み込んでください。はい、ありがとうございます。坂口智貴選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。手が震える。どんな怖い。